買ってきました。550円です。ここなんだ？防犯用に。うまっ。ごちそうさまでした。じゃあおやすみなさい。で待ち合わせよ。僕のワゴンで岬へ行こう。春まで何日かかるんだろう。きっと君も退屈すぎて仕方ないだろう。そう、寒い。寒い寒い寒い。コンポタージュの見て、サービーマジで。またちっちゃいなこれ。またこんなちっちゃいの。夜釣ったのと同じぐらい。もっと大きいのいますよね。ちっちゃいけどこれは釣れないかもしれないんで食べます。はい、じゃあお腹すいたんで朝ごはんにしたいと思います。なんとですね、アジをいただきました。先ほどの釣り人のお兄様方から。でかいんだよなこのアジ。20センチぐらい。僕の釣ったイカが一番ちっちゃいですね。あとまな板忘れちゃった。まあいいや。はい。いいですね。お刺身、なめろう。まあこれは塩焼き。これがイカのお刺身です。よっしゃ食うぜ。とりあえずいつものご飯。よし。ほんじゃ。刺身を乗っけていこうか。も焼こうかな。ちょっとだけ。てかめちゃくちゃミスったけど、塩を忘れました。塩コショウしかない。いやこんなん振らない方がいいかな。まだ、うわー、完成しました。ダーン、アジとイカの海鮮丼と塩焼きでございます。うまそう。海鮮丼からいこうかな。じゃあまずはアジの刺身からいただきます。あーあー、美味しい。なめろう。うーん。うーん、うまい。塩コショウなんだけど。おお、いいね。うまっ。うわ、うまっ。やっぱ、うん、ご飯が進む。
それともしうまくなかったとしてもうまいと勘違いしてしまうほどのこの環境、ごちそうさまでした。これこそ島の恵みに感謝。気持ちいいな。昼間はやっぱねこの風通しがいいテントは助かりますよ。夜は勘弁してほしいっすね。ということで今10時ぐらいなんですけど、まあ3時の便に乗れればいいので、それまでですねのんびりしたいと思います。とりあえず夜寒くてあんま寝れなかったんで昼寝しまーす。じゃあおやすみなさーい。乗るわけじゃなく、だけど僕は港にいる。知らない人だらけの隙間で立ち止まる。遠くに旅立った君に届けたい言葉集めて、縫い合わせでできた歌一つ携えて、汚れてる野良猫にもいつしか優しくなるユニバース。黄昏にあの日二人で眺めたな、その光思い出す。君ともう一度会うために作った歌さ、今日も歌う。錆びた港で ということでですね、今回は山口県の、角島と蓋井島に行ってきました。いや、やっぱり島はいいですね。すごく楽しかったです。まあ釣りは、魚は釣れなかったんですけれども、まああの、アジをいただけたので、アジとイカと食べれて非常に満足いきました。今は Mac でですね、動画の編集をしようと思って Mac に入ったんですけど、見事に下痢をしてまして、お腹は痛くないんですけど、なんかめちゃくちゃ下痢なんですよね。多分あいつらのせいだと思うんですけども、まあまあいいでしょう。じゃあですね、今日の出費と残金はこちら。はい、今ですね下関、山口県の下関にいるので、これから下関駅に行って路上ライブをしていきたいと思います。じゃあ今日もすごくいい一日でした。ありがとうございました。さよなら。気づけばもう夕暮れが来ていて、いたたまれない気持ちになる。何かの帰り道のような、そんな気持ちはしまい込んで